皆さんこんにちは。こんにちは。今日はまたハイエースの動画になるんですけど、はい、前回サンシェードをつけて、うん、で車中泊をするにはどうしても網戸が必要だねっていうことで、はい、この間車中泊をした時に、うん、改めて網戸の必要性っていうのを感じて、それでもう買うことにしたんですけど、うん、今回選んだ網戸は何だったっけ UI ビークル。あ、のなんだ。うん、そうだよ。ああ、そうなの、うん、そうか、はい、だそうです知らんかったんかいって知らんかった、はい、あ、そうか、うん、そう、あ、だからだね。何が？いや、ごめんね、自分の中ではいや、うん、はい、ということでね、はい、まあ、今回も UI ビークルさんの専用設計の虫除けネットを購入しました、はいはい、で本当はですね、うん、このハイエースワイドミドルルーフっていうので、うん、あのコスパのいいのがあるんですよ、うん、あ、言ってたやつ、うん、そう、なんかね、型番がね M24 から始まるネットがあるんですけど、うん、それがどこも品切れで、で、まあ、やっぱりいろいろ調べるとね、うん、全面ネットよりは両サイドはあのネットじゃない方がいいっていう方がいらっしゃって、うん、その横からの雨がやっぱ入りやすいと、うんうん、であと値段やっぱり相応だよっていうことで、うん、まあ、その M24 ずっと探してまして、うん、で、まあ、でも品切れでない状態で、うん、まだあのどんぐらいだったか1万円ぐらいのもあったよね。で1万円ぐらいのにしようか、うん、あのその UI ビークルの防虫ネットにしようか、うん、結構迷ってて、でその、 あの YouTuber さんが、うん、UI ビークルのがやっぱりいいって、まあ、その下1回安いのを買ったんだけど、うん、また高いのに買い直してるんですよね、うんうん、まあ、それを見て、あ、やっぱりこれもそうかっていうことになってですね、うん、まあ、結果的にも長く使うんだったらということで1万6000円の、はい、あの防虫ネットを購入しました、はい、今からそのアウトドアのさ、うん、ハイシーズンになってくると思うんですけど、うんうん、まあ、ハイシーズンなのかな、まあ、暑くなるからアウトドアが楽しくなると思うんですけど、うん、その虫対策っていうのは必ずしもいると思うんですよ、うん、だからあの防虫ネットって今からの時期ってあの品薄になるらしい、うんうんうん、やっぱりみんな購入するんで、うん、まあそういうのもあってですね、まあ、僕たちが探し求めたのはなくて、まあ、結果的にまあその UI ビークルさんの防虫ネットになりました、うん、はい、でもあの UI ビークルさんのその防虫ネットも品切れになるみたい、うんうん、じゃあ考えてる人はお早めにだね。そうだね、うん、で、あの標準タイプとかはもうすでに少なかったかな、あ、そうなんだ、僕たちは購入した時点で、うん、あのワイドのミドルはまだ結構あったんですけど、うんうん、ということでですね、はい、そこら辺の取り付けと、うん、あとあのリアのドアのストッパーっていうのもちょっと自作で考えてあの準備しましたので、うん、そっちの方もあの検証をしてみようかなと思います、はい、でまず購入品の紹介なんですけど、ワイドボディ用のリア用っていう防虫ネットが1枚です、うん、はい、付属品としてこちらです、うん、が入ってました。これですね、うん、パンフレット、うん、でこれはオグショーさんで今回買ったんですけど、ベッドキットとかいろいろ書いてあります。これ見るとね、うん、もうますます欲しくなりますよ、うん、うん、でももうハイエース専用なんだよね。これはもうハイエース用、うん、でこっちがあの日産あの NV シリーズって書いてあるんで、うん、キャラバンとかほらちょっとちっちゃいあのなんていうのかわかんないですけど、うん、日産用のいろいろ各パーツが取り揃えられてますね、うん、だから専用設計で、まあ、若干高いけど、うん、あのフィッティングはバッチリっていうやつ、うん、間違いないっちゃうね、うん、でお次はこちらになります。でマルカンボルトとあとこのアイナットですね、うん、これとアイナットとあとスプリングワッシャーは別で買ってます、うん、ナットはマルカンボルトに付属しているナットなんですけど、うん、これで、500円してないぐらいだったかな、150円のこっちが300円ちょっとぐらいじゃなかったっけ、うん、だったそのぐらいだっただったよね、うん、これでその、 あの後ろのドアのストッパーを作ります、はい、でこれだけだとあの入らないので、うん、こっちの方は後ろのドアにガチャってこうはまるんですよ、うん、でこっちはあのカラビナかなんかじゃないといけなくって、うん、で、ハンドアの状態で夜寝たりとか、うんうん、ちょっとだけ車を離れたりとかっていう
こともなくもないですので、うん、鍵付きのカラビナです、うん、でこれが一番高くて1600円、うん、まあ、約アマゾンでですね、うん、まあ、これだったら、まあ、若干その安心かなっていう、うんうん、まあ、壊そうと思ったら何でもね、あの道具を使えば壊せるので、うん、ね、まあ、簡単に開けられないという意味での鍵付きのカラビナですね、はい、はい、でこれであれを作りたいと思います。何を何をあれを、うん、OK、あれね、うん、こんな感じですね、うん、結構大きいです。大きい大きい、うん、ここの両サイドを下げるとこのように開く仕組みですね、うんうん、見えるかな、うん、ここを下げると開きます、はい、でこの状態でここにこうかける感じですね、うん、でこのようにマルカンボルトにカラビナを通してここにカチャッと、うん、もうこれだけです、はい、こちらの方は、まあ、若干長さ調整ができるんですけど、まあ、こんぐらいあんまりボルトが出ちゃいけないから、まあ、一旦これでですね、うん、でここドア閉めるよ、この状態でここを閉めます。ちょっと見えにくいんですけど、どこここですね、うん、ほらガチャって今も閉まった。おお、そういうことね。そうそうそう、でこれで、ああ、ほら正常できます。ああ、そうなの。そう、ハンドア状態って言ったから本当にずっとハンドアなのかと思ってバッテリー合わないのかなって思ってたの。いやいや、これでもう一緒、鍵がもう閉まってる状態になって、ここを後ろガチャガチャやってももう開かないんですよ。まあ、ここもうちょっとまあ短くてよかったね。うん、ああ、なんかここやっぱり棒状の方が良かったんだ、うん、これだと風が吹いた時に風でこう動くね、カタカタになるかも。うん、まあ一旦じゃあ開けるわ。で今度作り的にはまあこうプラプラになっちゃうのよね。でプラプラならないように、うん、ここをね溶接してるのも売られてて、うん、もうそれはオグショーさんから、ね、UI ビークルさんから出てんのかな。うん、であと車の、うん、あの工具として売られてるのがあるんですよ、うん、ストッパーとして、うん、それもあの棒状になってるんで、うん、こういうふうにプラプラしてません。あそこにカラビナをつければもうどっちにしろプラプラするってことでしょ、うん、そう。え、溶接でつけたらつけちゃうの方が良くない？だってもう多分それ、ね、これ用だよね、うん、それ用でも使うしかないから、まあ、ただ溶接でこの鍵が解ける可能性もなきにしもあらず。いや、多分解けるそう俺がやればまあとりあえずちょっと考えましょう。はい、で、あのここのあのスポンジもですね、うん、そうそう、鍵をカチャってした時にこれ多分落ちちゃうんですよ、うん、その時に車に当たっちゃうので、うん、ここ用のスポンジを探したんだけど、うん、ホームセンターどこも売ってなくって、うん、というか見つけられなくて、うん、また後日 Amazon で購入したいと思います、はい、で、まあ、ものとしてはですね、ドアストッパーっていうもので売られてるんですよ、うん、そのスポンジがですね、うん、だから探すんだったら多分そこら辺の名前で検索すれば、まあ、何かしらヒットするんじゃないかなと思います。はい、はい、これはもう以上です、はい。まあ、このようにですね、取説が入ってるんですけど、まずはセンターを決めて上の方から取り付けていって、うん、まあ、横の方順番に取り付けていくという流れで、ウェザーストリップの間に挟んでいくような形になるみたいです、はい、じゃあ早速やってみましょう、はい、こんな感じで結構生地がしっかりしてます。マジックテープがついて止めれるようになってますね、うん、はい、この縁の方もこんな感じで留めやすいように硬い素材のものが入っているんですよ、うん、これがまあ作業がよりやりやすくなるらしいですね、うん、こういう工夫がすごくいいみたい。うーん、でまず位置を合わせます。大体でここが真ん中ですので、今こうだね、うん、合ってるよね。はい、でこんな感じでウェザーストリップを持ち上げてですね、この隙間に入れていきます、うん、でやっぱり皆さん言うようにすごいグリスがついてますね、うんうん、で上の方も同じように、まあ、ここをちょっと入れちゃったんですけど、まあ、隙間がありますので、うん、そこの方にちょっとずつ入れていって、まあ、こんな風にこれを差し込んで止めていくような感じですね、はい、
ここまででいいんだ。こんな感じ。うん、まあ、これ持ち上げたら簡単に取れたんですけど、うん、この中に、まあ、こういうふうにちょっとだけ差し込んで、はいはい、ちょっと後で直そうか。ここは今こんな感じ。うん、こんなもんなんじゃない。こんなもんなのかな。うん、めっちゃいいじゃん、超かっこいい、めっちゃかっこいいね。すげえ、いいじゃないですか、めっちゃいい。で、スタンバイこんな感じでちょうどです。うん、寸足らずってわけでもなくちょうど。うん、で、ここにこのマジックテープがついてるんですけど、うん、まあ最悪ここの下がこうちょっと動くんですよね、うん、風で、うん、気になる場合は、まあ、100均かなんかでもマジックテープ買ってきて、うん、どこかここにでもさ、こうペタってつけてこう止められれば、まあそれでもいいかもしれないね。あ、もしくはマグネットとかでもいいのかな。で、全体的に見ると結構綺麗に貼れたかなと思います。綺麗に貼れました。うん、これ収納できるんですけど、うん、丸めてみようかな、うん、メーカーの人と同じようにします。メーカーの人はこの中に最初こうやったんですよね、うん、やっぱりそれには理由があるんだね。これを止めます、はい、で、これを折り曲げます、うん、こんな感じで、うん、するとこれをここにこうできるってことだ。やっぱ内側は先だね。そっちが全然楽だね、うん、これが正解だね。うん、めちゃめちゃスッキリだね、うん、さすがだね。ほんと専用で作られてるだけあるわ、うん、これにした一番の理由なんですけど、うん、冒頭でもお話しした通り、買い直したって方はここですね、うん、この面が生地でなってるっていうのがポイントらしくて、うん、やっぱり横からの雨が入りやすいみたい、うんうんうん、フルメッシュだと、うん、まあそれでも全然いけるとは思うんですけど、うん、まあ、通り雨とかやっぱ鹿児島多いので、だよね、まあうん、そういうので対策したに越したことはないかなっていうことで、うんうん、まあ、結局こちらにしました、はい、で、あと前の小窓なんですけど、うん、小窓に関して、まあ、100均のちっちゃい網をですね、窓用の網を見に行ったんですけど、100均にもホームセンターにもどこにも求めてるものがなくて、うん、あったとしても真ん中に吸盤がついてるタイプで使えなかったので、うん、まあ、真ん中に吸盤があるってことは真ん中に大きい穴が開いてるので、うん、まあ、網戸としては使えないかなっていう感じで、うん、まあ、別途またこっちの分に関しては購入したいと思います、はい、こっちの窓を開けないと多分風も通らないからさ、うん、そうだね、うん、そこはまたおいおいということで、はい、今日曇りだからね。そうね。ちなみにちょっと鍵閉めてみようか。でもこれはやっぱり扇風機と併用して使わないと。ここ開けたから多分涼しくないと思う。ああ、なんかピーって、なんかピー言ってるよ。ほら。あ、さっきなんかガチャって言ったのあれだったの、なんかね。でも最初やった時はガチャって言ったのにね、鍵閉めた時。うん。曲がかかったのにね。うん。緩んでんの？お前ボルトを間に出しすぎたかも。今だかも。ああ、本当だ。今だ。しまった。中にもまあ、入ろうと思ったら入れる。まあ、俺は無理だけど。まあ、無理やり。子供だったら入れるね。そうね。うん、風通ってるかも。若干。若干だね、うん。でも、夏はこれだけじゃ無理だ。だね。はい、じゃあ今回、ユアビークルさんのフォーチューネットを貼って、はい、あと、ここの
ロックかな、うん、はい、をしてみたんですけど、はい、やっぱり UIB クルさんの商品はいいなと思いましたね。ですね、まあ、お値段もいいですけど、はい、品物もいいです、うん、まあ、フィッティングバッチリで、あの作業時間賞味10分だったかな、はい、ですね、うん、まあ、すごく簡単でした。性格的なものでね、もうちょっとこれピンとするんだったら全然できるんで、うん、はい、私たちはもうちょっとちゃんとしないとなって思うんですけど、一旦まあこういうあの作りだよっていうので、うん、今日は終わらせていただきたいと思います、はい、でもこれピン張り結構難しいですよ、うん、多分ね、ここら辺はね、グッと持っていった方がいいんで、ね、うん、まだ、うん、だし、ここを下に引っ張っちゃったから、うん、ここはたわんだのかもしれない、うん、まあ、ということでですね、はい、まあ、あのこんな感じでまた車中泊の方してみたいと思うんですけど、うん、まあ、近いうちにあの向こうの小窓のネットも買って、うん、まあ、風が通るような感じで、うん、まあ、試してみたいと思います、はい、で、このリアだけじゃなくて前 の, あのスライド用もあの防虫ネットって売られてるんですよ、うん、全部フルセットで買うとまた3万いくらって結構まあ高いんですよね、うんうん、だからちっちゃい窓で、まあ、換気がもしうまくいかないんだったらそっちの、前のスライドの方のネットもまあ考えた方がいいのかなとは思ったりもするんですけど、うん、まあ、それかですね、その扇風機、小窓につける扇風機ですね、うん、で強制的にもうあの熱気を排出して、うんうん、であの数入れてやるっていう方法もあるので、まあ、値段とそこら辺のその機能面とかっていうのを考えて、うん、まあ、どちらがいいか、まあ、換気扇だとやっぱりあの電気が必要になってくるので、まあ、ポータブル電源とかやっぱりそこら辺も考えないといけないし、自然任せだったらまあネットでいいけど、今度は雨とかも寝てたら心配になってくるし、まあ、熱気はもちろんこもるしね、風がなければ中にさ、まあ、だからそこら辺も考えて、まあ、どうかなというのをまた今後話し合って進めていこうと思います。はい、はい、それでは今回の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive, and girl, we were thriving on kisses and sunshine and.